そういう方向に向かって。なんか出てるみたいね。重機で運ぶ。新聞も出てたって。だから荷物プラス重機の重さが動き回るので、結構ね床にかかる重量が大きいんですよ。で、それが一つ。もう一つは生鮮食料品を扱うということで、やっぱりその汚染対策でね、うるさく言われたのが生鮮食料品を扱うからなんですよ。はい、生物だから。と同時に生物を取り扱うときに水をいっぱい使います。水も普通の水じゃありません。海水を使います。海水で洗ったりします、はい、ということで床も海水。海水っていうのは、まあ、よくご存知のように鉄とか、そう、はい、もう鉄とか錆びさせちゃいますよね、はい、だから結構そういう風な対策もしなきゃいけなくて、はい、体が鍛えるため、うん、そうそうそう、はい、乾いた床ならいいんだけども、はい、そういう意味で言うとね、ものすごく厳しい、ね、厳しい条件、はい、厳しい環境、建築物の中でも難しい建物だったんですよ。だからそれをもう豊洲とお金持ちに使えばいいんじゃないのって僕は思っています。で、スキー場ちゃんと直せばいいんじゃないのって思っています。まあそれを今ね、いろんな方に訴えています。はい、豊洲を移動し、豊洲から築地から豊洲に移動して、また豊洲に戻るって話も出ています。無理無理無理、こんなことを言ってますけど、無理。今一旦動かしたら、今働いてる人たちが働けなくなる。絶対行ったら帰ってこれないよ。そういう問題あります。ですから、そんな無謀なこと言わないで、不可能なんだから。今だってすぐ豊洲の市場を使おうと思ったら直さなきゃいけないとこいっぱいあるんだから。土壌汚染対策に変わる工事もしなきゃいけない、機能強化もしなきゃいけないってことが決まってるんだから。豊洲の床が、はい、なんか豊洲の床自体もなんか耐えられないというふうに聞いた。それはね、使い方をどういうふうにするかに関係してる。だからもうここはフォークリフトを使わないでほしいって言うしかないんだけど、じゃあフォークリフトを使うってなるとやっぱり補強しなきゃいけないですね。はい、そんなことがあります。以上、それがね、今起きている築地市場豊洲問題ってもんなんですけど、まあ本当に一番今回理解してほしいことっていうのは、築地市場っていうのは、まあ、市場のことを指すんだけども、はい、実は市場だけで成り立ってない町の中で一体となって、でこの築地という町が市場を中心とした城下町、食の城下町、ここから銀座、新橋、赤坂、はい、その他東京中の飲食店、繁華街とつながっている、さらには他の市町村の飲食店ともつながっている、他の市場ともつながっている、そして当然生産者さんともつながっている。だから日本中の大きな食べ物のつながりの中の結節点、一番重要な場所です。大黒柱みたいな、はい、大黒柱であり、おへそであり、はい、そこをね、抜き去ろうっていう考え自体が本当にね、愚策なんです。これを皆さんどうか理解していただいて、築地市場応援してください、ね、今買い物に来られてる、食べに来られてる方、みんな築地市場応援しましょう。築地は映せません。どうしたらいい。築地の街は死にます。死にます。世界中の市場の中で今第1位って言われたスペイン、バルセロナの市場です。築地は2位って言われてる、世界中の人から。そんな素晴らしい土地を、はいはい、素晴らしい場所、豊洲に移動して、それはその人はない。むしろ築地をきちんときれいに直して使い続けましょう、はい、オリンピックで世界中から人が集まります。その人たちは必ず築地を目指す、築地に来る。だからね、駐車場にしようなんていうことは絶対に言わさせなきゃいけません。その通り。早すぎてよ、鈴川。いいですか、築地を壊して駐車場にしようなんていう連中は本当に日本のことなんか考えていませんよ。その通り。オリンピックで世界中から人が集まるときに日本の美味しい食でおもてなしをしましょう。そのためには築地を守ろう。守ろう。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。中央区夏季候補丸山隆でした。どうぞどうもごとご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。